はい、初日公開お疲れ様でした。どうもお疲れ様です。なんかたくさん今日人が来てくださいまして、今もまだ皆さんね、いろいろと、はい、はい、内緒しておりますが、素晴らしい初日を迎えられたと思います。今日これ、はい、お客さんの反応いかがでしたでしょうか。良かったと思います。やっぱり満憲本は日本の文化ですところでみんな笑ってくれたので、あそこがとてもやっぱ嬉しかったです。もうね、それがしたい。まだまだいろいろと監督もイベントお付き合いいただきますが、はい、よろしくお願いします。これも見るお客様に関して大臣にメッセージなどいただければと思います。そうですね、この映画はちょっと変わったホラー映画になっていると思いますので、やっぱり僕がいつも思うのは、主演のアリサがどんどんこうキャラクターが変化していく姿を見どころだと思っておりますので、皆さんそちらを楽しんでいただければと思っております。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。